まず材料はですね、梅の砕いたもの、あとバター 100g、 グラニュー糖、こっちが甘いので甘さ控えめで 60g なんですけど、普通のパウンドケーキだったらグラニュー糖 100g でお願いします。とあとは全粒粉 70g と米粉にしました。薄力粉でもいいです、を 30g で合わせて 100g になるようにします。あとは卵3つで、型はですね、パウンドケーキ型1個なんですけど、私、紙を敷くのがめんどくさいので、こういう普通のね、ガラスタッパーにパウンドケーキのこのクッキングシートをくしゃくしゃにして、こういう感じでね、敷き込んで落としちゃいます。そうすると簡単なので。さあ、では作っていきましょう。まずですね、予熱する前にレンジでバターを溶かしていきます。卵を3個割り入れますね。50秒で溶けました。オーブンを170度に予熱しておきます。では作っていきましょう。ハンドミキサーですね。卵がもったりするまで泡立てます。このくらいになったら砂糖を加えていきます。で、グラニュー糖は3回に分けて加えていきます。卵はマヨネーズみたいにこうやって跡が少し残るぐらいしっかりと泡立てます。これまだ色が白っぽくなってマヨネーズのような見た目になりました。滑らかですよね。ほら、形が崩れない程度。そしたら外していただいて粉をふるい入れます。ゴムベラを使ってね、さっくりと混ぜていきます。下からすくってのの字を書くように。はい、混ざりました。だいたい混ざれば OK です。そうしましたら、このバターを3回に分けてを入れるんですけど、うまく混ざらないので、ここに生地の一部を入れていただいて、さっきのこれね、これで混ぜ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 、ハンドミキサーので混ぜてもらって、
混ざったらこれをここに戻す。この方が綺麗に混ざります。じゃあまた混ぜていきます。でね、ある程度混ざったらこれ全部加えます。はい、混ざりました。ちょうど余熱が終わりましたので、こちらのね、型に流します。こんな感じ。はい、これをですね、170度のオーブンで35分焼いていきます。まあ、パウンドケーキだったら15分後にね、ここにナイフで切り込みを入れる方がいいので、近くなのでどうやって入れようかな、2本ぐらい入れておくつもりです。焼き上がりました。綺麗な黄色ですね。